坂井忠しは、江戸時代末期の大名、老中、大老。針馬姫路藩の第八代藩主。雅楽頭家、坂井氏二十一代。江戸幕府最後の大老である。姫路藩文家の旗本、坂井正しげの長男として生まれる。本家の姫路藩主、坂井忠明に子がなかったため、その養子となり、万円元年に家督を相続する。文久二年五月。 幕名により、京都守衛と京都書士大臨時代行の特名を帯びて、上落、入京した。安政の大国期に、京都書士大に就任した若さオバマ藩主、坂井忠義は、万円元年に、桜田門外の変で大老、井伊直介が暗殺された後も引き続きその職にあり、悲免を朝廷から要求されていた。幕府は、中義を悲免し、公認として、 大阪城代の松平宗秀を内定したが、宗秀も安政の大国当時は自社奉行の任にあり、直助の信任が非常に厚かったため、朝廷は宗秀の諸子代就任にも内諾を与えなかった。このため諸子代職は空席という開幕以来の異常事態となっていた。このため、9月末に牧野忠隆が公認の諸子代として、 正式に承認されるまで4ヶ月間、臨時書次第の任に当たった。京都市中警備の功績により、文久3年6月18日に、老中主座となる。老中就任後は、兵庫開港をめぐって、朝廷対策に奔走する一方、年末に14代将軍、徳川家持の上落が決定すると、日立水戸藩主、徳川義厚、武蔵忍藩主、松平中世と共に、 江戸城留守協約を命じられる。ちょうど一年後の源氏元年6月18日に、老住職を退いたが、8ヶ月後の源氏2年2月1日には、退老となった。そして第二次徴収政党の事後処理、幕府軍の西洋式軍政の導入など、幕政改革に尽力した。一方、藩内で対頭してきた尊王論に対しては、徳川家府代の真として、 幕府と尊亡を共にするのが道理であるとし、現時元年に、重臣、河合平さんを遊兵して、多数の尊能派を粛清する、孔子の国と呼ばれる事件を起こしている。慶応三年二月に隠居し、自邸で養子の忠し氏つ氏に家督を譲る。ところが、母親戦争の際に、賭場、伏見の戦いの責任を問われた、忠し氏つ氏は、江戸で、秩居、同じく江戸にいた、 忠重も謹慎をしていたが、不満やる方ない忠重は慶応4年5月5日に、江戸城の新政府軍大都督府に対して、謹慎の姿勢を貫いている徳川家の処遇への不満とともに、酒井家は徳川家普代の家臣であり、徳川家との主従関係を断ち切ってまで朝廷に、使えるのは、君臣の義に反するので、この際諸領を返上したいとする嘆願書を提出する。 対応に苦慮した、新政府は、ただしやつ氏に代わり、東園の伊勢崎藩主家から急遽、養子に入って、堺総家を相続した最後の藩主、堺忠国に忠だしげの本意を促すよう命じるが、未だ、姫路藩の最高意思決定者を自負する忠だしげは、元より東園の別家から養子に入ったばかりの数え15、この忠国の言葉に聞く耳を持つ通りもなく、ただしやつしまでもが忠だしげの考えに賛同する。 ありさまで拉致が開かなかった。立場をなくした姫路藩は新政府に迫られるままに、藩内の砂漠派の粛清に乗り出し、忠重、忠正し氏の側近を一掃した。改元あって明治元年となった、直後の同年9月14日、忠重は、実定の静岡藩市、堺忠博方での同居が認められ、これで、事態はやっと収集された。明治13年11月。 中心家族となる。明治22年5月には、忠国の子、堺忠沖の堺白爵家とは別に一家を建てることが許されて、衛生家族に弟して、男尺を授けられた。明治28年に死去、去年68、墓地は、染井霊園であるが、近年、無縁墓となり、撤去が予定されている。 平成新秋級家族家計体制上官 P639、母親戦争と、朝敵反敗者の維新百176から177ページ。母親戦争と、朝敵反敗者の維新百181から185ページ。江戸幕府最後の大老、姫路城主、堺正忠重の墓が、撤去危機理由は、墓地の管理料滞納神戸新聞2019.2、25府。 東京都よりのお知らせ、官報第1758号、受釈所に及び、事例1889年5月13日。ありがとうございます。